彼女の書いてあったことを少し見てきました。人と人のつながりを大切にしたいと、そういうことが書かれております。今日こうして大勢の人が来ております。このつながりをいつまでも大事にしていただくことが、本当にお二人が立派な家庭を作る道かなというふうに思っております。昨日までずっと雨だったんですけども、今このような晴れになりました。これもひとえに僕たちのおかげだと思います。嘘です、皆さん のおかげです。ありがとうございます。せーの、乾杯。先輩だった菜々子先生と一緒に働くことができて、式に参加させていただくことができて光栄です。たけくん、菜々子結婚おめでとう。余興の準備してる時に撮った写真とか思い出の写真とかを切って貼ってアルバムにしましたので、またゆっくり見てください。なあちゃんへ、今日は素敵な結婚式に呼んでくれてありがとう。一度延期になってしまったけど、こうして無事あげられて本当に良かったね。めちゃめちゃ綺麗なドレス姿を見ることができて、私も本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。たけくんと出会ってなあちゃんは毎日すごく楽しそうで幸せそうで、私も嬉しいです。これからもこの笑顔を生涯かけて守っていってあげてください。菜々子は4月生まれで、今この周りにもたくさんの花が咲いてますけども、ちょうど生まれてきた時にいろんな花が咲き誇るような、そういう時に生まれてきました。でその中で一番印象に残った花が菜の花でした。周りをこう明るくパッとしてくれる、そして誰からも親しまれる、そんな、花のような子になってほしいと思って菜々子っていう名前を付けましたが、いろんな方の支えがあって今の今日の菜々子の姿があると思います。親としてこれほどの喜びはありません。私たち、まだ皆さんの手助けいただいて、これからも2人で幸せな家庭を築いていきたいと思っておりますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。